少し前に寒冷地試験の様子をレポートした三菱不装の電気小型トラック。E キャンターのニューモデルがいよいよ発売され、早くも市販車に触れる機会が訪れた。実際にハンドルを握って実感したディーゼルトラックとの違い。そして E キャンターが描く物流の新時代とは、E アクスルが実現した3サイズのバッテリー。 2017年に初代が日欧米の3拠点で同時に発売された E キャンターは、これにて3世代目となる。これまで広幅キャビンでバッテリーを6個積んでいるモデルのみのだったところ、選択肢が一気に増えたのが新型の最大の特徴だ。その鍵となったのが、後輪を駆動するために新たに開発された E アクスルである。 これまではディーゼル車ではトランスミッションを配置するフレーム下の部分にモーターを搭載し、プロペラシャフトを介してリアデフに駆動力を伝達させていたところ、新型ではモーターやインバーターや、ギアボックス等を後軸に統合した独自開発のコンパクトな電動アクセルを採用した。これにより従来はモーターやプロペラシャフトのあったスペースにバッテリーを詰めるようになり、 バッテリーは S サイズ、M サイズ、L サイズが選べるようになり、車両総重量も使い方や航続距離のニーズに合わせて幅広く選べるようになった。そんな新しくなった E キャンターの3サイズのバッテリーを搭載した各モデルにテストコースで試乗した。ディーゼルトラックとの大きな違いは、 あらかじめディーゼルの車両もドライブして本来はこういうものだという感触も確認しておくとディーゼルだって進化しているのでそれなりに乗りやすく特にストレスも感じないのだが続いてい、e、キャンターに乗るとやはり別世界だリフレッシュされた外観はもちろん他メーカーにはない雰囲気のインテリアのデザインや色使いもなかなか興味深いなお S, S サイズと M サイズのバッテリーを積むドライバンには、いずれも1 1 0ット 150PS、150 430nm の同一スペックのモーターを搭載しており、それぞれ半積載の状態で試乗。L サイズは実力を知ってもらうため、あえて降る積載とされていた。見た目がトラックなのにシステムを起動してもエンジンの音がしないのは当然として、 ディーゼルも踏めば力強いが初期応答はふわっとしているのに対し、E キャンターはいずれも発進から右足の動きに合わせてリニアに力強く加速し、静かでなかなかにスイスイと走れる点で共通している。途中に変速機もないので、踏んだ通りダイレクトにドンと前に進む。途中、8度と10度の上り勾配が設けられた区間でも、 平地と対して変わらない力強さでしっかりと登っていく。坂の途中で止まっても、ブレーキペダルを強く踏み込むと3秒間。警報が鳴って3秒間の計6秒間、停止状態を保持してくれるので、坂道発進も苦にならない。下り坂では4段階の強さが任意に選べる改正ブレーキを駆使して、安定して走ることができる。 8トンでも余裕の走り。バッテリーサイズで走りは変わる。S サイズのバッテリーを搭載したドライバンは最大積載量が3トンとなる。全長が5030 m m でホイールベースが2500 m m と短いキャブオーバーが唯一選べるのもポイントで、異様に小回りが効くことにも驚いた。最小回転半径は 4.9M と、 5M を切っているのは乗用車でもなかなかない。モーターによる静かで滑らかでリニアな走りと取り回しの良さで、市街地でも抜群の機動性が期待できそうだ。かねてからあったこのサイズの電気トラックを求める声にもしっかりいら頼られるに違いない。M サイズのバッテリーを搭載した6トンのドライバンは、最大積載量は2.4トンで、 全長が 6210mm、ホイールベースが 3400mm とだいぶ大きくなる。こちらをドライブして印象的だったのは操縦安定性の高さだ。ある程度ホイールベースが長く、重量物であるバッテリーが車体の中央よりの低い位置にレイアウトされているので、見た目のイメージよりもずっとコーナリングが安定している。 試しに急ハンドルを切ってみても、挙動が乱れにくくて横転しそうな気配を感じないあたりも。このクラスのディーゼル車に対するアドバンテージと言えそうだ。最後に、L サイズのバッテリーを搭載した8トンのウィングをドライブした。モーターは129キロワット、170PS、430nm と全室の2台よりもハイパワーとなっている。 こちらは全長 8365mm で、ホイールベースが 4750mm あり、EX 拡幅キャブなので全幅も 2120mm に達している。全室の2台が準中型のところ、こちらは中型免許が必要となる。車両重量が 6030kg で、20%という途半性能は変わらず。 この車だけ降る積載で1.8トンのウェイトが搭載されて、全室の2台よりもずっと重い状態になっていたにもかかわらず、ものともせず途半道をスムーズに力強く駆け上がっていくことに感心した。PTO も電動化、まさしく物流の新たな時代の幕開けだ。会場では、車台のインバーターを用いた外部給電の様子や、 PTO、パワーテイクオフ動力取り出し装置を搭載した車両も見学することもできた。PTO についてディーゼル車では一般的にトランスミッションの横から動力を取り出す仕組みとなっているが E キャンターでは代わりに EPTO と呼ぶ小さなモーターを配し油圧ポンプ等を駆動することでコンポーネントとしては これまで仮想メーカーが使っていたものを同じように使えるようにされている。ディーゼル車では PTO を使うとエンジン回転数が上がって、それなりに想像しい思いもするところ、E キャンターの EPTO ならそれがなく、デモ車はディーゼル車では書き消される油圧ポンプの音が多少聞こえる程度だった。そのあたりも大きなメリットとなる。 排出ガスを全く出すことなく使うことのできるい、e、いキャンターが大幅に進化し、ラインアップも拡大されたというのは本当に画期的なことと思う。まさしく物流の新たな時代の幕開けと言えそうだ。